感じるって思いますけども、質疑を行いたいと思います。はい、皆さんいかがでしょうか。はい、皆さんありがとうございます。本当にありがとうございました。2つだけ事実確認、確認の質問です。埼玉県 そのラキスターの政治の、インタビュー調査をしたという話があったと思うんですけど、それは対象は誰なのか教えていただくのが1点目と、2点目は、その成功事例の高齢者と若者をつなげるその交流の中で猫町クラブというのを成功事例として出てるんですけど、これは、はい、魂の中のものなのかどうなのか、地域はどこなのかを教えていただければと思います。アニメツリズムのインタビューに関しては僕の専門外で、今日もと永田君の研究になって対談として、あ、そうか、よくわかんないんですけど、で、猫町クラブの事例としては場所は覚えてないんですが、魂ではないんです。あ、ではない、はい、あ、はい、はい、高齢者クラウドによるモザイク型就労のところで、時間空間スキルってあたり、特にそのスキルモザイクみたいなことで、なんか具体的なこういう仕事を何人かでやってるみたいなことで、なんかこう仕事のイメージっていうのはあられるのかな。スキルモザイクとかも自分が どのような感じで事例が行われているのか調べたんですけど、千葉県の柏市というところで、予備調査と実験が行われているんですけど、具体的にはあまりなんかスキルモザイクのようなこれといった事例というのがあまり載っていなくて、まだその調査しているところです。構想段階みたいな。そうですね、はい、ありがとうございます。他にいかがですか。この前、ね、新聞に載ったんですね、多摩市が多摩市内の全空き部屋をチェックした、ね、そしたら案外少なかったという結果が出てびっくりしたんですね。イメージとだいぶ違うなって感じでね、ちょっとしましたね。それからもう一つ、京王電鉄がコワーキングスペースで来年5月ぐらいに京王ホテルの中に作るという計画が進んでいるようなんで、うちの方でもそれに絡みながらね、今やっているところというのが情報がある。はい、そのぐらいですか。それでは、多摩学館の先生の中から一つ、何か、お願いできますか。それじゃあ、はい、はい、僕はアニメツーリズムの方は、確か商工会でこれをやってるプロジェクトの関係者から話を聞いたようであります。で、これのポイントはつまり、人気がですね、ある時は非常にうまくいくんだけど、あっという間にこう関心が失われていくかどうかっていうのは非常にポイントでありましてですね、まあ、この、わしの宮というもう町村合併で名前は変わってるんですけど、ここはそういう意味で言うと極めて持続性のある活動だ。つまり人気がある時ポッと上がってあっという間に忘れられるんではないという、ことをですね、中心になってやった中島君はそれを、見出してきたということであります。ただ多摩もですからいろいろあるんですけど、これを中心にですね、自ら売っていこうという感じではまだないもんですから、それをどういうふうにしていくかと、その持続性というのはやはり町全体、市全体がやっていかなきゃいけないと、そういうのが彼の論文の、基本的な解読というか彼が担当したところではポイントとして言っておりました。いずれにしてもアニメという、世界に誇るアニメでございます。まさにインバウンドまで引きずり込めるぐらいのものにできれば、大変面白いのかなと、ちょっと論文を見た立場から申し上げると思ったところをちょっと補足させていただきます。はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。はい、今の段階ではですね、まだ一番最初の提言の4つのもの、子育て支援、アニメツーリズム、シェアリング、世代間交流というのが、やはりバラバラの項目であって、全然関連性がないので、最後、結論としてまとめるときは、ストーリーとして関連して、結論を出してほしいと思います。
ということで、これからも頑張ります。もう一つね、多摩センターがね、来年度以降、大手の企業の研修所だとか研究所だとかデータセンターとかね、結構多数決まっていて、あの辺りのビジネスとしての可能性が非常に高まってくるっていうね、ことなんで、その中に、今言ったいろんなものを取り入れようという動きが今あるんですね、市役所の中にね。でそういう少し、今と違った感じになっている可能性があるそうですね。それをちょっと上手にいくしたい。